その位置でピックしてね、そうするとあなたの顔と実はよく見えるんです。ちょっと日本語は不自由だ。俺、本当に不自由になるわ。見せば分かんねえよ。誰が一番最初にあなたが崩壊してたりするからもう用意そうしたなら読み上げて本当に読まないと分かんないもんな。これだな。じゃあ、まっすぐそういうの取ってきゃいいっていうのはあるよね。ああ、はい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 。これ普通に強いじゃん。いや、かなりないよね。普通に強いけど、どうなんだろう。勝ったな、これ。あ、一発だろ、一発いった。勝った一位は一番だ。ほら、コミカード全然ねえわかんねえ。さあ、右手ではい、じゃあこれ、オートミキリピックします。おお、何何それこれ、クリーチャーカードをピックしたとき公開してそのカードタイプをこれにああとすると、それのロードになります。強い強い、だいたい人間って言ったらやり得る。確かに、間違いねえ。何それ、あれ魔法クじゃん。そう、表向きでドラフトして、でこの以降ドラフトするカードタイプのやつ、カードタイプとかクリーチャータイプでどれにするかって、あの枠が違うんですよね。そうそう、なるほど。どうですか、眠さも大事だよ。大丈夫、どうせそのうち人間って言うから。どのタイミングで言うか、あのこの後クリーチャーカードをピックした際に俺が公開することができる。ああ、なるほど。あ、2位でできる。2位でできる。ああ、じゃあカードがバレる。うん、どうぞ。まあ、守れても俺、白がバレたってやつ。いや、使うとは言ってねーし。まだ似てねー。まだ使うのは言ってねーし。ドラフト。はい、ドラフト。じゃあ、使うだろう。まあ、控えめにって使うな。だって強いもんは、その顔してる。何？どっちか、姉カード多いんだよ。それはな。多分、みんなそうだよ。何これ、次のカードのパックを推測して当たったら出たらワンドロー指くなったけど。でも4マナ3に飛行機だけで強くねえか。強えな。でもほとんどリミテッドじゃないから、今俺はちょっと指振ると思ったけど、正直これ。あ、はいはい、公開します。人間です。はい。人間。これ普通にだって書いてあるの強くない？釣れるって書いてあるんだけど。ちょっと回線系能力が俺強いと思うんだけど。なんか冬の黄色変わる。はい、これでいいんだよ。ああ、これ買ってきて、もう全然頼むわけになりそう。こんなもんだよ。いいか。あ、小物が強い。じゃあ、記録するよ、人間です。小物が強い。じゃあ、人間ちょっと大きくね。それちょっと分かんなくてするし、これ要はここが選んだ色のクリーチャーを除去できるのが一番のミニマムでしょ。これドラッグしたら、これもいいな。絶対思ってやってよ。じゃあこれ取ります。公開だから別に表向きのまま置くといい。はい、これ取ったんで、高木さん、僕、この3人が色選んで、まあ、別々の色を選んで、その色のクリーチャーの除去ということで、1マナ、1マナキンさんとクソ強い、強いクソ強いっすね。はい、じゃあ色3色色、そう、3色まで除去できるで、インスタント1マナインスタント壊れてるということでいいと思うんだけど。壊れてる。下のやつ追加されませんでしょ。それをするあれをドラフトする際に選んで、ドラフトした時に、まあ、そのそれが確定するみたいな。だから構築では何も誰もドラフトしてねえから、構築では1つ以上の色であるクリーチャーを対象とし、そうですね、1つ以上
俺初手役に立たないから。いや初手ではない。こういう現場だったらいいと思うけど。はい、だ要はあれですよ、カニ茶と下茶は色をかぶせに行くと弱体化するってこと。いやそうなるのかな。別の別のか。別なんですよ。三色だった。さらに別のになってるから。三色なって。右隣色、あなたは別の色、その後あなたの左さらに別の。別のさらに。そうだな。だから三色いてる。三色自身。はい、白。白。ああ、白って言おうと思ったのにな。どうせ誰か他に公開してる人いねえんだもん。どうしよっかな。じゃあ、パッキー強そうな緑にしちゃった。あと何か赤で赤じゃあ隣は使ってないから。そういうのが一番だろ。はい、それ。いいかな。モコモコしてんなって思った。めっちゃドラフト。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 なんかほとんど入ってるカード同じなんじゃない。これほとんど入って同じじゃん。そっかで見たら。これはね。同じのはね、あの取りたいの。逆に言うとこういう色指定のカード、色指定のルートだったらね。取ればいいのこれは。やんなよ、難しいな。単品の強さが全くわからない。対象とし、ああ、この4点までの1から4までの、まあ、ダメージを与えることができる。マックス10点だ。で遅くなればなるほど。遅くなればなるほど強い。強くなるけど、はい、その前に誰か取るかもしれない。この時点だと4点まで。高骨の話。はい、お、あなたがクリーチャーカードをドラフトするに際し、あなたはそれを公開しても良い。そうしたならそれの名前を記録してこれを裏向きにする。で、あなたがその。労働じゃない。労働じゃない。こいつ自身が評価される。そう、これによって記録した名前もスクリーチャーを1体以上コントロールしている限り、これプラス1ライフリング。1修正ライフリング。強っ。ライフリングなの。そいつだけプライチ。そいつだけプライチ。2体コントロールしても22修正入るってわけじゃない。ない。タイプ参照だから。そいつがその能力を。白白やった熟練。狙われてる。何でもそうだ。大体除去できる。大体3分5分の3が除去できるんですよ。間違いない。はい、じゃあ次行きます。はい、あ、いや、あ、まだはい、ドラフト。はい、ドラフト。さっきのか。推測してるね。絶対当たらないだろ。いや、コモンカード言えば序盤に取れば当たりそうな気もするけど。次のパックだから。あ、パックか。パックだから。あ、じゃあ何でもいいのか。いや、コモンカード言うと今一番怖い。間違いない。進化する2回1とか言っときゃいいんだ。ねえ、どうして。これどうなんだろう。いや、公開この状況でもう一枚ゴミ焼却をキープしてる。はい、はい、ここで両方とも5点になる。いや、こっちは4点。別々です。あ、マークドしないとダメだから、メモを挟まないところはダメなの。なるほど。めっちゃ赤いな。いや、めっちゃ赤いか分かんないよ。2枚しか赤いかも。まだタッチのかな。いいね。
何を取ってんのかよく分かんねえな。俺自分の取ってっけど色大体ごっちゃになってきてんだけど。ごっちゃになってる。あ、あるあるだな。はい、ドラフト。ちょっと同じカードだったことある。言ってるだけ間違いね。いや多分俺公開せずに終わったって大体。まだ公開してないと何人もいるからね。まあ、俺基本的に公開しないと思う。読むのめんどくせえから。うん、あのねもう現時点で頭混乱してんだ。だって難しいもんね。日本はわけなんだよ。はい、じゃあ次。オッケー。ドラフト。楽しそう。僕のボーリングかも。それとは強い。俺さ、リーチャー取ってかないとあれなんじゃない。まあ、リーチャー足んなくなる。さすがに嘘かい。では、公開します。高潔な高騎士、タイピングいくらやくです。さっきの体の音で。あ、マジか。いいな。取ろうかと思ってたし。そういうのあんだったら欲しいんだけどな。多分流してんだよな、最初は。多分ね。だって順番的に僕、カズさんが来たやつですよ。分かってない。これだって、見てたはずだと思う。初手にあったはずだ。多分ね。俺もさっきの初手にあった。初手じゃない、2番目流れてきてる。イエーイ。イエーイ。はい、オッケー、オッケー、なんだこれ、同じようなのしか流れてねえぞ。だって今回なんだ、策略でカード名一つ指定するとかあるから。ああ、そっか、はい、なるほど。そう、秘密裏にカードを指定してで、そのやつが投稿みたいなカードがある、はい、ああ、そう考えると強いか。それゲーム開始前に、そう、開始前に自分で決めた。そう、秘密裏にメモして貼っとく。普通にもうめんどくさい。だから普通のじゃないもん。そう、普通のドラフトだったらここまで考えねえんだろうけど、ただ単に強いのをピックしていくなる。いやでもただ強はただ強だからな、まだ。ボムはボムだぜ。ほんとか、あんまりボムというボムを僕は見てないんで。オッケー、ドラフト。ボムはもうすでも捉えてる可能性。可能性は確かに。スパイキット絶対おもろいね。あ、でも一時修正もおもろい。いや、もう装備品が売ってだけで俺強いと思ってる。装備品も強いんだけどな。い
え、僕カムさんの方が一回流れてきてるそうで、あれだっけ、あ、ダメだこれ、あれ、あれ一回しか流れてそうって、あ、見てみたあれぐらいだな、けどあれも強いんだよな、結構よし、あれ、こういうの見た、あれ、そのピピってゲーム見、通者、次の開催店のドラフトのカード見る本当社長はたまに嘘つくから絶対次な、ドラフト中あなたは裏向きにしてもそうしたならあなたが選んだプレイヤーが一人に裏向きにしないとダメだ、何ドラフト中に裏向きにした瞬間にその人が誰か一人がピックしたやつが見れるっていう2パック目の1手目とか見れるって言いますよねだから表向きにしないとダメなんですずっと、うん、でその見たい感じで裏向きにしてそのピック見せてくださいあなたのっていうことをするかもやはり嘘だったじゃねえかいいよオッケー、ドラフト、ドラフト、嘘だったあ、戻ってきた今日何もねえ撮影俺はどうしたんじゃないそれいいなこれ強いと思うんだけど普通に強いと思う俺はどうしたんじゃない絶対に前の人もないええー、俺適切を確認させてもらってもいいですか次の人の家でも前の人のピックみたいなわかるーえっとそれやだだからもう前の人のピックを見るよ、うん、あ、今のピックはあこんなこんな遅い順番で見てもなおどうすかな察しじゃあ公開しますおっと戦闘のゲージ何を宣言するか、マットカラーかそれはちなみに どっちので公開したこっちので公開したのか、別ので公開したのか別口で別口で、はい、あの当たるとワンドローの方が当たるとワンドローで、これは次に公開するライトブースターパックから次って君の自分のパックか自分のパックじゃなかった、これうん、多分これを公開する次にプレイヤーがこのブースターパックから、あ、次だからこれからピックするカードをあ、この中からそうそうそう、まあ次ボンベルの位置みたいな。おお、そういうことか。で、メモして伏せといてか。なんかもう、縛っていくスタイル。そう。え、縛っていくスタイル。当たってたら、まず。そういう人、宣言しなきゃダメだ。カード名を宣言して、そのままプレイヤーはドラフトしたカードを公開する。うん、あ、ドラフトさせないってことか。あなるほどピックさせないってことか。ピックさせないと。まずね、色が合ってないと話になるんだよ。それな。これを公開取られて嫌なカードを宣言するとそういうことだ。でも隣で何も公開してないから。それを時点でか。だからピックしたら言えばいいんだ。あピックしてあそこでピックした時点で何から何かな。一枚一枚。それ覚えとくから。ドラフトする時点で。ああ。じゃあここから選べるカード選んでっていう。そ, まあ、そういうことですねじゃあ、ちなみにそこから、まずそこからメモしといてまあ、メモしといた方が分かりやすいメモしといて、ピックした時にこれですあはははピックしといてこれ、次の後に見れるとあ、要はあのこ、どっちも宣言して公開するからまず、メモしといてで、ドラフト取った時点で、じゃあドーンみたいな感じだそういう感じでしょうかドラフトするっていうのがどのタイミングを指してるかわかんないけどピックした後だよね、さすがにねだ一つメモしといて見えないように見えないようにだとさすがにわかんない見えないようにまあまあ、まだそうかもしれない、確かにそう、めんどくさいまあ普通にでもこれあれなんだよな4万人、3人この人は俺強いと思ういや、それは間違いないですねなんかこの場所にするとアーティファクトクリーチャーかもわかる、エンチャントクリーチャーかも出てる確かに確かに最初こう思っちゃったんだよ。あれかけました。下の人が。これをとりあえず。あ、そうか。で、あ、そうか。あ、で、要は次のドラフトした時に言うか言うやつだから。ダブルモンじゃないんですね。あ、でも俺ピックしたっけ？してねえな。めっちゃ数えりゃいいんですか？うん、そうだね。6枚だからしてない。全然してなかった。はい、これこれ。はい、はい。はい、じゃあ。オッケー。はい、じゃあ次。で、選んだら、要はあとは答え合わせドンみたいな。どっちも宣言公開だから。結構強いじゃん、これ。そうっすね。ちょっと理解すると強いですね。まあ理解しなくても強かったけど。強かった。要は初手ピックでトップで次の人のボムボムみたいな。もう、はい、最後の2枚目にそれ残ったら爆発だよ。とりあえず取るわ。何色っすか。何色っすか。何？何色取ったんですか。何色って。なんだあそこです。無色だよ。無色。何を言ってるんだよあそこは。わけがわからない。無色取って。はい。オッケー。まあそれはこっちだ
を去って、まあ、でこれを答え合わせ宣言して公開だね。下国のパーティーパーティー。パーティー。おお。ってことだったから、こいつはワンドチップでワンドローが。チップでワンドロー。あーなんで、これが要は当たったってこと。当たったってことで。そいつが出た時ワンドローするカードになる。カントリプツに来た、ね。すげえ、4マナ3人引くカントリプツ。すげえな。おいおい。まだ神話かな。すげえな。で、次、他の人終わってる？終わってます。じゃあ次のブルドラ。いや、それしか取れなかったんで、これ。いや。はい。OK。OK。はい。はい。これ策略カードって何枚でも何枚でも何枚でも、うん、策略カードって別にとっても、うん、それはカードのテキストして秘密裏だったりその時に公開するかはカードのテキストそれだって違うのあなたは一度も策略カードを持って指定していたカードの名前を公開してもよいとかうちの球が無理はい関係ねえよ並べて殴って勝ったらいいはい OK、はいはい、この色人気ねえなもうこれしか流れてこねえうわぁとりあえずやる前にちょっとトイレ行きたいこれちょっといいトイレ行きたい後ろ通るよって言うといいな全然こんなカード取ったこと忘れてたまだ表向きの状態かはいはいはいこれピックしてない早くゲームが終わるまで表向き渡してそれだと能力持たないでも4万3000だから普通に困らないっていうか全然思いの練習をしてるとじゃああんまり最初ね分分に言うと3、2、1なんていいやなさものの中途半端にねこう差し合いからどうぞどうぞみたいなのが始まったのであんまり2、1分分するとどうかとっとと一人ぶち殺すれそれもありこれ泣いてくるとドラフトの反対方向の人のステートが済むんですよね。あー、どうだろう。もう次の開けていいですか。まだ、カズオさん待ってないあれ、トイレ来てる。レンジ行っちゃった。レンジ行っちゃったの待ってあげなよ。うるせえ、いなくなるのがいいんだよ人間の生理現象、全員来てで、次に言った後は離れてくる。シュッと離れてくるここなかなか出ないですよ確かにそんな感じで払いたくなる方が悪いしなんで、ボールと使うと出ない右手が飛ぶありがとうおめでとう言っといて早いじゃねえかなんで次にバスキしててお、すげえ、当事者ってこれか当事者のあれが出てたわーい、構築物引いたよなんかさ興奮じゃねえか動くしか引かねえんだよダメだ、持ち帰るものないわそしたら俺に箱買ってクソなやつしかもうわぁ取りてーこれ取りてーけど色は噛み合わねこれは悩むぞ助かるこれかなあ、これあれかあまり強すぎる生物と桃を取ってもなあ、逆だよ。と思っちゃったよ。こっちだ。あ、これダメだ。おい、あ、すげえボンブ投げようかな。こっち杖、取っていいや。でもこれ、うん、大事だな。いや、でもこれだな。ホームオープン投げようかと思って俺使おうかなあ回されるのこれかこれあ、どういうことあー、なるほどなるほど多分後半というよねちょう
ち切れないですよ。小加減、うん、なんだっけ、あの超過の X8 バージョンみたいな、そういう88まあね、俺キモッ、強そう。何こいつ、リザードじゃん、うん、リザード、羽入ったらリザードだよ、ドン間違いない、二足歩行のトカゲって時点でもリザードじゃん。これは X で、間違いない、あの神話レアの、はい、じゃあこれ表向きでドラフトします。早っ、駒の44、こいつがクリーチャーか、表向きでドラフトして俺がクリーチャーカードをピックするために追放してもいいです。ああそうするとそいつが持っている基本能力をこいつが得ます。キーワードなるほど、なるほど、あれ、あのファーストツナレックとかいくらでも、いくらでもその分どんどん追放しなきゃいけないそう追放するっていうことはそのカードプールには含まないですよ。編成2段ピックが良くなる、接種まあ、プールが狭くなるっていうのは高いただ強くなるけど、もし外し半個見かかるんですよ。ただ、色の合わないゴムとかカットするときに使えるっていうのはいや、いらないカードをピックした際、はいはい、取ったみたいなことができる。あ、なるほど、あ、確かに好きな回数だからひどいな。でもその分毎回減るっていうのだけでしょ。まあもともと使わない。カードによって取り除いたらそうだね。いや飛行もあります。飛行は最初の基本的な能力は。大体そうだと思う。緑の球。はい。いいかな。ドラフト。多分まあ追放するの最後の方。前半やったとまあ全然良かった。面白いな。マジなのこれ。なんの？いや、決まればボムでしょ。いやー、でもね嘘くせ、こんなの。うわ、ピックスか、ピックスか。今からこの威力か。いやー、残念なー。公開で。平和の番人を公開します。はい。なんの今後のドラフトでピックした枚数の回数を得て、それのパワー。ごめん、今何言ってるかは全然分かんなかった。滑舌が俺自分の。この、番人を含めてこのドラフトラウンドでこれまでにドラフトしたカードの枚数を記録する、枚数記録した分だけ。これまでにやっとだから。パワー以下のカードをタップする。2。じゃあこれがずっとだよ。これ、うん？違うでしょ。違うでしょ。これまででしょ。これまでだよ。これまでだよ。あれでまでって2パック目。ゴミ焼却と一緒のパターン。一緒一緒。ゴミ焼却の白番でしょ。多分そうなのか。そうでしょ。いや、パー2かって。最初これを公開する含めて、これまでにだよ。お前、自由すぎるだろ。自由で。はい。あ、やめんの？いや、いいよ。じゃあ2。あ、別にやめてもいいだろうけど、次の人が取れるから。じゃあ俺3で。圧力なったんですね。スルーしていったらこれ読んでたら最初いや、下がりは十分でしょ。じゃあプレゼントを買い、いや、もちろんあっちゃうよあっちゃうなぁ、しょっぱなじゃなくてこんなしょっぱな取れねえよ、バカ野郎って送ったけど、どうしようか、うわ、トカゲだ、これ、絶対強いああ、やっぱあいつはボムだったんだ、トカゲタップ、トカゲタップいねえな、入ってくれねえから、トカゲタップいねえな、乗ってないの来たけど一人で違うゲームやってる、俺今から色替えあるで、はい、これ、この1手目のピックだ、マジかよ、強いなおい、うわ、やっぱかぶってんじゃん、プール結構強いとこ落ちてますよ、これ欲しいんだよ、結構いいなぁ、なんでさ、こういうドラッとした枚数分のカード出てくるの、これで、はい、もう一回お願いします本当こそちゃんとした3だな、ちゃんと貼っとけよ、どうすかな、もう1点いいねんかな、次4点さすがにここのところあるでしょ、そのまんまやって5でいけるんすか、マジで俺は本当と鼻だらけあんまなってくれになっちゃうからね、これはい、じゃあ公開、捕食の欲望
あ、これ。お、強い。あ、いや、こいつ。まあ、どっちみちあげれないしね。札に戻してもじゃあ、俺が。こいつ、化け物いる可能性を秘めている。これか。どうしようかなってやつだろ。でもなーっていう。自由増やしてらんねえしな。ピクよくなるしな。何でいいよ。4人目はやったー、ね、それも楽しそう。しょうがねえな、僕も3で取れよ。お強いなってよった。高木さん絶対取んなさそうだな。面白そうとか言ってパスするそうだ。それ社長がの前にピピンってやって、はい、今だ殴れみたいな、そういうゲームが出来上がりますよ。まったくこれ、吉尾と同じ宅だったら残りの人に残念じゃん。これ3使えるかいいか。うん、3でいい。普通に3マナ2、3で強い。そう、3マナ2、3で強くてプラス能力だったら、まあ一番いいかな。オッケー、オッケー。はい、ドラフトドラフト。これちょっといいカードよ。こういうこと、じゃあすいません、あのドラフトで公開します。あ、ね、私も公開しよう。あ、一番の状況おっと、4だよな、そいつ4が妥当だよね。4だと強いんじゃないか。3では取れなかったもん。そっちは何ですか。右側あれは何。あ、これは数字の数だけのパワーズなんですよ。あの、なんだ、パワータフネスが上がる。ああ、だから4だから、まあ1カウンターが4つ持ってくる。あ、失礼。5マナ44と今は44ですな。はい、もともと強いな。5マナ、いや、5マナ44威迫強い、うん、強い。お、除去できるし、いいのいいな。電車からくと崩壊します。あー、それね。これから引く人はみんな羽か羽ペに投票してください。羽ペ、え、それが違う。違うよ、バイトしないよ、バイトしないよ、バイトに投票するからだ。お前カード読めよ。おい、2回目3回目3回目か。なるほど、先般だな。それも違う。そこまで弱いな。そこまでそれだって弱いな。弱いでしょ。弱いな。今打ってんだよな。今抜ける。こんなコンビニズでやったらみんな初手ピックだもんな。さすが面白い。いける。楽しい。爆笑。その効果が、あの着でしかないのに。公開するとあの枠変なんだ。あの、このなんかあのエンチャントクリーチャーみたいな枠してるから。なるほど、独特な、独特な。さあ、考え方次第ではチェックしてくれ。これまず右側を入れたら、まあ、入ってこっちの処理しましょう。右側、色を、さっきはダイヤカラー、うん、まあでも公開されてるクリーチャー的な問題のはあるよな。すごい無色って言ったよ。ダメだけど。じゃあ赤、赤、はい、赤で、左。あ、俺か。いや、なんかこういう順番だった。いや、右。あれ、右あなた。あ、右あなた。あなた。で、その後俺。あなただから。あ、公開されてる。白が、白と緑が。白って言っとくと、あの、あそこら辺が、あそこら辺のタッパーが死ぬ。で、緑って言っとくと。緑って。あと、白は確かに公開されてるところ多いから。そう、白は。まあ、白か緑が妥当。白かな。じゃあ、妥当。白かな。じゃあ、赤で。あ、赤も選択されてる。赤、あ、そう。だから黒、青、緑のどれか。うん、じゃあ絶対緑は言いにくいよ。そりゃな、緑言わねえよな。緑言わないよな。ちょっとこいつ5万4匹こんなっちゃう。まだピックしてねえやつ。マルドゥー状況です。マルドゥー状況。僕は何やっちゃう。いや、取り除いた。あー、気候持ったら強いなんだ。そうそう、今はただ5万4匹バニラ。バニラ、バンヌマルドゥー。後半のクソカードみんなと言おしやるわ。マニューだ。なんか結構持ってるやつになくないですか、見てて。いや、要は後半流れてきたなんか古文の飛行カードとか適当にこうペペペペってやってくる。使わない。すごい。いいっすか。終わった。ドラフト。いや、あの日本語普及税がまだ終わってない。羽ペンじゃない。羽ペンが。うまいよ。
今回333でやったんですよ。333ですね。だから羽根ペンはあれ強くない。だから投票系が全体的に強くない。人数が多くないと。でもラフトラフトラフト光ってるし、欲しい。これが欲しいね。もうそこ行くか。無黄色かっつってよ。あ、俺も俺ももうあの1パック目のセカンドピックの色がもう全くなくなる。あ、もう俺これ知らない。知らない。あ、でも使うかもしれないけど大体知らない。びっくりするぐらい変わった。あ、あのパックのあのカードを取っとけば最後死んだら、いや、あれ死んだら多分最後。やめよう、そういうの絶対欲望で死ぬやつだ。これが僕が歩いてくる。仕事同じ格のことを考えるとあんまり3以下のクリーチャー取りたくないよ、ね。いや、一体しかやるって意味が、まあ、どうせみんな社長殴るんだから、そのタッパー並べたら死ぬの悪いんだ。そもそもタッパー他人数戦だとあんまりなところはある。いや、でもやっぱエンド前やって殴れっていう先導はできる。先導者になる。ヘイトだ。はい、どうぞ。ありがとう。俺殴る人ないです。結構ある。はい、次のポジション撫でるよ。またですか。あ、よかった。光ってるやん、うん、めっちゃ何これ。羽散らかして光ってるじゃん。うん、これってデフォルトでその能力持ってやつをリミングしないとダメなんですか。そう、なんかの条件で飛行を持つとかっていう。ない、ない、ない。あとここに書いてある能力じゃないとダメだよね。うん、先制攻撃、ライフリンク、停止、速攻、速攻。え、別冊とか書いてない。ねえよ。まだ別冊のクリーチャーねえよ。そうそう、別冊のクリーチャー何言うんだよ。じゃあ、コジリックの、あれがセルフ戦略時、多少はね。コジリック時もなんで戦略したんだろう。この世界にコジリックいねえだろうに。この質問は、まあ、でも好きだし、まだ2人、2人の場合は、なんかもう朝死みたいな。大丈夫、もうそそろ水没しないとですか。はい、どうしようかな。たぶん、あといな、マジどうしたら全然考えてない。この天井からその部屋で呼んでるってことなんですね。あ、余計なもん無理やろ。パッキンパッキン。助けない。これね、杖だ。いや、それを唱えた時点だから、多分というわけです。唱えた時点で発生しないから、あの、場に出てないから、多分それの方は。いや、でも、あの、次、カケスが回ってくれば、羽ペンが回ってくれば飛行になりますよ。いや、結構飛行もあったんですけど、でも飛行ある。はい、これ追放。え、これさすがに強いな。うん、これはさすがにあれでしょ、強いでしょ。これさ、防衛とか追放したら、あ、よかった、防衛ないわ。すぐに行くと、これ本当にどうしたな。なんか結構、スーパード残ってて、これで吹っ飛ばす暇もないんだ。一番上のトップでいいんですか。一番上楽しみだね。多分なんもなめる。これは追放してるけど。ジュベリーでもジュベリー。マジで最高だね。今追放されたやつだ。
ことね、これね、さっき社長がやらかしたやつね、これね。うん、羽だとプラスされて、ペンだとブーター、うわー弱いかな、弱くはないんですけどね。いや、そんな。あー、残るもんな。ちょっと持った。じゃあ公開します。レイボルトの調査員、どまだ見てる。あー、はいはいはい。こいつがあのドラフト制裁して、こいつを裏向きにすることでそのパックから2枚取れます。ただしその次のやつはランダムで1枚です。ランダムで捨てるだけ。次のパック、その次のパックからブースタードラフトができない。できない。うん、それから2枚ピックってこと。そう、これを裏向きにした瞬間にそのパックから2枚ピックできるけど、その次のパックは取れないまま渡すっていう。ああ、なるほど。だから要は総合的な。じゃあこっからもう一つ取れるっていう。違う違う、これを裏向きにした時。あ、裏向きにした時だから、あ、なるほど。公開して次のタイミングで裏向きにできて、そこから2つ取れる。そうそうそう、取ったら次は取れすぎます。なるほど。じゃあ3の1手目でいっぱい取れる。そうそうそう、そういうこと。強いな。それ序盤に取りてえな。序盤はいらなくねえか。序盤の方が強いカード多くないですか。いや、だからこいつ自身取るんだったら後手の方じゃん。あ、まあ確かに。でも3マナ3人だったら十分だと思う。でもこの方回ってきたんだよな。色が合わねえってことなんじゃないの。もっと強いカードを取ってるか。確かに。それは緑しか回ってるんだよ。回ってるんだよ。それ以上のボムがここにあるんじゃねえの、多分。多分適当な名前は。あれ、なんか追放してませんでしたっけ。あ、白石カード追放しましたね、それがね。はい、もういいっすか。俺もちょっとピックしたいんで、そろそろね。すいません。気合いの手順とかいろいろあるんでしょうね、きっと。なるほど。そろそろ吹っ飛ばされたら、せめて飛行くらいつけるかね。ダブルストライクは、ダブルストライクは長くとねえんだよ。ダブルストライクは、ダブルストライクは、以外。うん、そう、表向きの状態で取り除いてもいいで、その後裏向きにするとか書いてねえんだもの。だってこれ、もうなんか何か悲しい。こう思った。エラーパックで彼女が言うことないかな。これ、オッケー。はい。はい。はい。ありがとう。ありがとう。わかる。僕何色になってんだって感じだもんな。全色取って。
俺も前職取ってるからさ。じゃあ実際はそうなるんだけど。さすがに生徒じゃねえ。ここから変な力も出て、見てこっちぽいぽいぽい。なんかどんどん脳筋になってるとか。それが強いと思うよ。なんか今回地上ちょっとでかいのいないイメージがある。あ、そう。なるほど。あ、羽だ。羽取れて。シャレな。かわいそうだから。取ってあげるよ。一周。羽殺されんじゃん、これで。羽殺されんな。この結果は。羽とか誰も取ってないよ。いや、取ってる人数が少ない。パパかかさ。赤結構流れてくる。はい、ドラフト。多分一人二人しかいないでしょ。お、銀車。はい。銀車だ。はい。もらってるもん。で、最後。あとどうせ最後だから。はい。出す。出すから。ちょっと前。待って、マイナスも強い。なお、まあ、してもいい。マネフィックできるようなのにしてほしいな。間違いねー。マネフィック誰それ食えんの。やった、ゴブリンだ、はい、お前トークンのこといちいち言うなよ、まったく。おほほほほ、マネフィックだ、マネフィックだ。めっちゃ嬉しい。すごいすごいよ。マジで多分今日一番だと思う。マジですげー見て。バーサーク光り物か。目を疑ったもん。とりあえず他の見たかったんと超嬉しい。光ってるのか。ちゃんとしたピックすると全く別のカードがさすがにこれ取るわ、止めるわ。やべやべ、超見てそういうことやられるから。うめえなおい。公開しよう、公開しよう。すごいの来た。ちょっとこれ紙入れとったわ、全部だ。そうだね。入った。びっくりだな。さすがに取るわ。なんかこれって言って、うん？っていうの。生ね、すごい日。これ。あれ？これ絶対強いじゃん。絶対強いじゃん。強いわ、関係なかった。なにこれ、引き違いじゃん、このそんなにあのバーサッカーだ。これは左ですよ。えぇ、今日まだやらなかった。 OK、 やらなかった。ドラフト。あ、お、いやいや、まだタナキ喜ぶな、これ。はい、タナキ、はい、タナキあげる。あ、もう一回、もう一回する。同じ、この本当はそっちだったんですけど、タナキさんに向かい言われても。じゃあ、よっぽどなんすね。後ろ。かなり良かったですよ、その人。タナキも、いや、困った。何、ちょっとね、止まんねえやつね。ピーロー、そして僕が、僕が紹介されてる感じと、やっぱり緑。使うかどうかは分かんないんで、ね、これレイボールの詳細使ってみるんじゃないかな。まあ、進めば進むほど。選択、どうぞ。またかよ。またいいや。さっきと同じ。あ、じゃあこれ、このカード2枚目だけど、どっちも内野カードの余裕だから、買っとく必要ねえな。いや、分かんない。3枚目が来るかもしれない。確かに。OK? まだ。OK。まあ、でもいい。もう。あ、でも待てよ。頑張れ。まあ、いっか。はい、これドラフトを、はい、困ったな。何？
はい、俺これやるよ、これ、はい、指定するやつ。ああ、俺ああ、びっくり。そう、当たると嬉しいやつ。ヘッキにかかってる。ヘッキ分かってんだろうな。大丈夫、大丈夫。バカじゃない限り、このカードを取る。マジで、俺バカになるわんじゃん。ピークする前から煽っていくスタイル。オッケー、あ、まだか。おぉ何ピックしようか。おぉ俺そんなに長いかって言うのちゃんと美味しくエサ育てましたあいつ除去できねえんだよな、こいつじゃ青青これちょっと強いよね。どうぞ。そうだなぁ、クラフト。まあ、こんなのしかねえな。さあ次行こう。あーなんか重いなこれ。すんげえこれだって分かんないよこれ。どんどんデッキが海中大決戦になってる。これでいっか。公開あのゴミ消化。ああ、オッケー。4海中大決戦やるかも。いや本当にこれなの。いっか、やっとか。これでも出すのかな。じゃあピック、はい、公開しよう。はい、ゴミ焼却で当たりしよう。出たお前知ってるんだ。知ってるね、色が。あ、でもエッケバカじゃなかったよ。バカじゃなかったよ。よかったね、そっち。いや、いいんじゃねえの。はい、4だね、4。3番だ、4点。3番だ、4点。3番だ、4点。実際強い。強い。バカじゃない限りはそれをやるはずですよね。いや、正直、なくてもいいんですけど。オッケー、次行って。それ以上流せないでしょ、だろ。ちょっと待って、ね、私がピックしてないんですよ。これ以上流したら危ない。流そうよ。いや、多分ここでピック使いたいけど。まあね。それか、これだな。本当かよ。うん、そうしよう。オッケー。ドラフト。光ってる。はぁ、あ。途中よ。うわイノックス使う引きか、アレイボルトの調査に使います。はい、じゃあ裏向きで、はい、裏向きで、で、2枚これと、で、これカストーディの時の番、競馬マネーで、確か4これを含まないから、1、2、3、4、4、これ、あ、じゃあ、どれだ、さっきの裏向きにしたらどうですか。あ、これ、はい、これだ。あ、ちょっといいですか。これが今だ。ドラフトすることなく、あ、一応パックは見れるんだね、次のね、汚れ。うん。ダウンだから、こうか。これでいいや。あそこに行こう。2枚ピックしたの。これ2枚ピックすると、枚数的に合うんですか最終的に。次のいや、次のパックはピックできないから。次はピックしないから。次はピックできないから。無理無理合わせに行く。私のいくつで次のパターン。あ、どこ行ったんですか。あ、それを今調査中。あ、じゃあ、じゃあそれ見てみる。それっぽい。これっぽい。じゃあ、はい、これか。うわー、ほら、見ることはできる。光ってんじゃん。あ、欲しかった。まあ、そういうこともあら。え、そんなに？そんなに？これはマジで？チャリスも。後で教えろよ。コケさん形なしでいいな。そうなんだ。まあ適当に最後に逃げてロンってしてるみたいな。もうさせるわ。間違いなくやばい。俺とりあえず三色なの確定かな。三色かな三色。いや、わかんない。タッチ4色があるかもしれない。除去はタッチしてでもいいです。ワンチャンあるからな。普通に。オッケー。俺が。
つうかさ、ソウライダーな流れすぎじゃねこれは強い。国境探求者を高潔な形にします。ああ、はいはい、ランパン、ランパンじゃない。ランパン的な。土地事故を防げるやつ。はいはい。じゃなくて、あきらめんとみたいな。うん、欲しいの、俺いらねえんだよ。何これ本当？大丈夫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 これ言えもん、はい、ダメなって言ってもいいのかな忘れてるなんかさ、トワイトドリーム分かったからさ、もうしゃっていいから、あ、ほんとだ誰だって言ってもいいかなそこ見たいいとこだよこの中で一番うまくピックできてるのかなって思うのは僕はここだと思うんだけどな。強調してる。確かに。いっぱい公開して。ぐいぐいやってるから、ね。心がフリートを忘れるみたいな。早い。しまった。僕わからない。どうしよう。どうしよう。これをこまっぱい。はい、どうだろう。まあ、それは君やろうよね。え、お前残んの高血ミスターの完全に。え、そうだろう。まあ仕方ないか。はい。ああ、最初からこのこれやっとけばよかったんだよ。オッケー。あ、まだまだまだ。いや、ドラフトやるんですか。本当にドラフトだって感じだよね。仕方ないね。仕方ない。ドラフトじゃねえ。まあまあまあ確かに。ゲラゲラ笑いながらやってから。時間ぐらいかかって。確かに。いやでもこれがこれが。ゲラゲラ笑いながらじゃなくて黙々だったらもうつまってしょうがないここからさらに対策しますねまあここいやコパマケニーの中にエンターテイナーが一人いたからなドラフトエンターテイナーというか日本語不自由というかそういうのあるんだけど、ね、先に欲しいあはいはいはいいやいやいやつそう地方違う、違う、やっちゃったぜ、これは結構ブイブイ流れてるよね、ブイブイ流れてるよね、うん、すっかり忘れてたって感じで撮った俺さ、この下の方ばっかり言ってさこいつは威迫だったな、やったぜこいつはやるもん、こいつこれ何公開するの人間やれよ飛行飛行これこれこれ飛んでるだけ飛んでるだけこいつ飛行トランポリン威迫大体ブロックできない大体ブロックできない飛行2体じゃねえとブロックできないなんか向こうの方が成長してるジョブして殺さなきゃ使命感持ってますよこれあれじゃないの あれ被ってんじゃないのトリちゃんってあ、もう次ぶん殴られて奪われるオッケーそうなるとこれ何とんのやっぱもうこれでイエこれさ、この中でさ引くか捨てるかしか書いてねえんだよマジかよ何このパックただ、デッキになるかな最初のここが丸々あれなんだけどそれが問題だぜもう縦になるしかない俺もあと5万カードしかあ、そっちかはいはいそれはまた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 ここがはい、じゃあ行きましょうでもなんかこれさ、もうさっきからこの2枚バック流れてくんだよ、うん、なんかキャントリップカードばっかあれでもあれいたじゃん、あのカマノアッキーカマノアッキーは確かにいたカマノアッキーかよウィーゼロックスねえよそう、だからないんだよ、全然ないんだよこれ飛行で終わりじゃん俺、あれだからね、もう何来てもこうカットという名の飛行するからそこで切られるそう、俺らみんな切っちゃうからね飛行2枚目でもいいか飛行、まあ2枚目でもいいかそもそも下手なピックするぐらいだったらそれの方が強いねはい、ポケットはい、君
まあ一個一個で。なんか偉い枚数が違うの。どういうこと？一回一回あれがあるから。あ、そっか。あの二枚ピックして取ってないやつがあるからじゃない？あと。これ三で。あとホイールドがあったね。プレイヤーが二枚ピックしたとこと一回ピックしてないとこ。こういう感じなのか。そう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 。いいのいいの。じゃあドラフトと、うん、いやで次これだね。はい。で最次のパックがなくなる。次のパックなくなる。はいはいはい。結構嫌なさ。次の相手のパックなくするんや。あれそれ残り3 2枚。だからなんかいいんだよいいんだよ。倍数はだってずれるんだもん。そういうルールなの。あのカード。最後は2枚ピックしたカードと全くピックしないカードのやつができちゃうから。絶対そのズレが、そっか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 、絶対ズレは生じるんだよ。よし、やべ、超強いのできた。こいつ。デッキでやるか。ああなんだこれ、デッキかよこんなのが。除去人間って強そうっすね。はい。まあ除去はありますけどね。確かに。ファーストピックは超歩兵光ります。うわあ。やるね。やったじゃん。マジか。超ではな。僕の家と考え方として同じで、一番最初の1泊目のファーストピックに進化する未開地だから。ああ俺どっちか迷ったんだけど、とりあえずバトルだった。